皆さん気をつけてください。まったりゆったり喋るだけ、残業たっぷり社会人寸胴と研究大好き大学博士みたらしが送る自由でシュールな放課後トーク、カルミアライリオ。どうも寸胴です。みたらしです。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。はい、今回の議題はみたらし君発表をお願いします。ぼったくりバーに入った時にどうやって逃げましょう。はい、そうなんですよ。最近ね、僕があの YouTube でなんかぼったくりバーを、まあ、成敗するっていう成敗してますね、動画にハマってて、はい、これ自分自身もしぼったくりバーに入ってしまったらどうしようかなっていうのをちょっとね、その動画から、はい、考えてみたので、その話をねちょっとだけしたいなと思います。はいはい。まずぼったくりバーが、まあどんぐらいぼったくるかと言いますとですね、うん、まあ、とりあえずまずキャッチに会うわけですよ。お兄さんって安くしますよっつって。ああ、怪しいお兄さん。そう、だいたい手口としてはね、3000円ポッキリとか、そのね、払えるというか普通の値段の感じで言ってくるんですよ。何時間で3000円だからみたいな。それはだから、あの居酒屋と同じノリですよね。まあその辺は一緒ですね。はいはいはい。そうで、まあキャッチに引っかかって、多分ね、そういうバーがね、女の子がつくお店がね多分多いんだよ。ほう、じゃあまあいわゆるキャバクラみたいな、うん、キャバクラとか、まあガールズバーとかに近いのかな。はいはい、うん、と思うんですけど、動画見てる感じだと、うん、一応3000円ぐらいで行けますよみたいな。で、じゃあ行きますわっつって、でキャッチの方が店まで連れてきます、うん、でそっから、まあなんだろう、キャバクラとかガールズバーとか行ったことある方は分かると思うんですけど、あの女の子がね、うん、ドリンクをね要望してくるんですよ。ほう。で、まあ何杯か飲んで、で、まあ、1時間後お会計をすると。でそのお会計を見ると、うん、何十万いってるわけですよ。それは一応女の子にあげた飲み物代も入ってっていうことなんですか、うん、もろもろ込みで、まあ、何十万とか請求してくる、まあ、ぼったくりバーがあるみたいです。もう水しか飲んでねえのに、うん、いや、あ、一応お酒も飲んでますよ。あの、あ、まあ、数杯ですよね、うん、自分のやつはもう3000円っていうので、あ、そっかそっか、入ってるから、はいはい、そこで飲み放題なんだけど、うん、他がねすごいかかるらしいんですよ、そういうお店は。ほうほうほう。何でかかるかっていうと、まず女の子にあげたドリンク代が、まあ、数万円とか、一杯数万円ですよっていうのを普通に出してくるんですよ。ドンペリかな。ドンペリよりも高いからね。確かに一杯だからな、うん、で、あとなんかね、おつまみとかもね数万円するんですよ、普通に。よくわからんやつなのに。ほう。で、大体ね、あの女の子がね、おつまみ欲しいなって言って、あ、じゃあ何でもいいから頼んどいてっていうのをね言っちゃうとね、よくわからんのをね、人数かける2ぐらい頼んでくるんですよ。動画見てる感じだと。一応、なるほどね、うん、あの注文はしたっていう形式にさせるんですね。そうだね、うん。で、明らかにめちゃめちゃボリューミーなね、おつまみがいっぱい出てくるんですよ。あ、ちょこっとじゃないんだ。ちょこっとガチのやつが出てくるんですね、うん、あの人数分かける2なんで。あ、なるほど。ホイコロとか、うん、あ、そのあれね、ナッツとかだと思うよ多分。チョコレートとか、さすがに。え、異常な量のナッツが出てくるんですか。うん、出てきてると思うよ。あ、なるほどね、うん、いや、ないでしょ、その中華料理屋さんみたいな、ちょっとこれ多くないみたいな。確かに中華料理以外で思ったことないですね。大体中国人の方がね経営してる中華料理屋は量が多いですからね。で、安いですからね大体、うん、で、まあおつまみで、まあこれも数万円。ほう。で、まあこっからちょっとねすごいのが、あのドリンクに入ってるアイス代がかかるらしいんですよ、そういうお店では。氷ですか。氷のことですね。
はい、水を冷やしたやつですね、まあ、それがね普通に 4,5 万するらしいんですよ。お、水を冷やしたやつですね。どこの氷を使ってるかちょっと分かんないですけど、まあ、高いらしいですね。はい。で、あと何がかかったかな、あとね、あのやっぱ石台、はい、石料ってやつですね、いわゆる石料。そう、まあ、そこら辺は居酒屋さんと、まあ、変わらずお取りしてるみたいで、うん、まあ、居酒屋さんだとあの、うん、まあ、お通しとして300円ぐらいでしたっけ、まあ、大体相場は、まあ、分かれてると席料お通しで300ぐらい取られるみたいなイメージですね。イメージですよね。まあでもそういうぼったくりバーと言われるお店はね、はい、まあ、これも何十万取ってくるんですよ。ほう。まあ、あれなんでしょうね。六本木の、あのビルの一番上とかにあるんでしょうね。うん、いや、2階とかだけどな、多分。汚ねえ大阪のビルの2階ですかね。うん。で、なの、席料いくらっていうのと、何、はい、?VIP 席みたいな項目もあって、はいはい。なんか、それも何十万取られてるんですよ。ああ、実は VIP 席だったんだ。そう、よくわかんないんですけど、二重に席料がかかってるというね、すごいね、請求をしてくるんですよ。っていうのをもろもろすると何十万やらかかってしまうらしいんですよ。まあ、今言った項目は全部、まあ、数万円してたら、うん、まあ確かに10万20万にはなりますね。そうなんですよ。でね、まあやべえじゃんって思うじゃないですか。一応何十万も請求されても払えないよって思うじゃないですか、うん、でもね、向こうもね結構頭を使って、請求をしてきてるんですよ、見てる感じ。うん、まあもう明らかにね、はいはい、そう、お金持ちには相応の、まあ、100万とか例えばですけど100万ぐらいみたいな、まあ、こいつ全然金持ってなさそうだなっていう人には、まあ、10万とか15万とかそれなんかギリ払える値段を、そうそうそう、なるほど、それを見極めてねちゃんと出してくるあたりがねちょっとね姑息ですよね。ということで、はい、まあね、もちろん払っちゃいけないんですけども、はい、やっぱね出会ったというか入ってしまったからには、まあ、うまくねやり過ごしたいじゃないですか。まあそうですね、払いたくないですからね、うん、まあ、ちょっと怖いお兄さんとかも出てくる感じなので、うん、まあ寸胴的、まあ、ぼったくりバー入ってしまった対処法をね、考えてみたので、そう、寸胴メソッドを、はい、まあ、完全に個人的意見なので、まあ、参考にするしないは、皆さんでお考えください、そこは。はい。でね、まあ、まだぼったくりバー歴5日ぐらいなんですけど、僕自身。動画見始めて。5日も、そう。5日も行ったんですね、もう。もう5日でね。いや、行ってないです。行った気にはなりましたけど。うん。そう。で、5日で見た動画本数は、ま、80本ぐらいですよ。うん。で、まあ、対処法の一つとしてね、まあ、パターンというか場面を分けてます。今入店前と入店後と、お会計をした後っていうこの3つの場面で分けてるのでちょっとお願いします。なんか講座始まりました、ね、講座を始めます。まずね、入店前ですよ、キャッチに捕まるところ、はい、うん、まず最初に言えるのは、キャッチには気をつけてください。いや、それちなみになんですけど、うん、僕今までね、キャッチに捕まって、うん、そういうなんか、なんだろう、うわ、やられたって思ったことあんまりないんですよ。僕自身もないです。実際。まあ、たまに、うん、ここあんまり美味しくないなっていうお店に入ったことはあるんですけど、うん、まあでもなんか、ぼったくりとかに入らされた記憶はなくて。うん、それって居酒屋じゃないですか。ああ、居酒屋ですね。うん、でもバーって言ってくるんですよね、相手も。そうだね。だからまあなんだろう、引っかかる可能性は全然あると思うんですけど、うん、やっぱ地域的なあれなんですかね。地域はあると思います。動画でよく見てたのは大阪のねなんか動画が多くて、うん、向こうの方だとキャッチがそういうキャッチが多いんかなって勝手に思ってるんですけど、うん、やっぱ都会には多いと思います。で、名古屋も一応あるはあるみたいなので、はい、まあ、ちょっと注意は必要ですね。やっぱ東京とか大阪がメインだと思います、はい、基本。あ、東京もあるんだ。それあるか。
酔った勢いであのキャッチに引っかかることないように冷静に対処してください。気をつけます。キャッチ自体ね違法なんですよね、あれって。え、なんかここはダメここはいいみたいなのってありません？あ、あるんだ。ごめん、ちょっとその辺情報不足でした。あで、はい、じゃあ戻りますけど、はい、キャッチに気をつけろっていうのもそうなんですけど、はい、で、まあ、もしキャッチにね、うん、じゃあお願いしますって言って、ついて行ってしまった時に、はい、ちょっとね、長いこと歩かされたら危険っていうのはあります。あー、でも長いこと歩かされた記憶ばっかですね。確かに。じゃあ全部危険でした。よかったですね。運がいいですよ。もうすぐ着くんで、もう2分なんでって言われてから、うん、まず信号で2分で待つから、ね、ここですかってなった。ここですかってなりましたね。はい、じゃ あのビール2つお願いしますって。そうだから、そのね、悪いことをしている人たちはね、もう絶対に引き込みたいっていう、信念があるので、嘘をついてでも、はい、長く歩かしてくるので、あれちょっと長くねって思ったら違和感を覚えてください。はいはいはい。もう引き返した方がいいですか、その時は。あ、もう大丈夫なんでって言った方が安全かもしれないですね。あ、もうその時点で嘘ついてることになりますんで。そうですね、うん。で、はい、じゃあ次、誤って、入店してしまった時の講座ですね、次。講座、はいはい。でね、まずというか、入店前にちょっと怪しいなって思っていたならば、入ってまずこれを確認しろっていうのがあります。お、まずメニューがあるかどうか、あと値段が書いてあるか、はいはい、値段の書いてあるものがあるかどうかを、まずチェックしてください、うん、なるほど。でなければ、はい、逐一こと細かく値段を店員さんに確認するようにしてください。はいはいはい。で、大体ね、そういう人らって、まあ後で揉めるんですけど、いやー、値段聞けば答えたんですけどねとか普通に言ってくるんで、ああ、なるほどね。もう全部聞いて、その都度まあ計算しておけば、これですよねっていうことは、まあできるわけじゃないですか。あ、じゃあもうメモっといてくれと。計算して。まあそれが一番ね、うん、いいかな。なるほど。まあ、ただメモったとしてもよくわからんなのアイスとかそういうのが多分出てくると思うんで、はいはい、うん、なんだろうな、もちろんそこをケアできればいいんですけど、アイスいくらですか、うん、ってこれだけしかかからないですかっていうのをねできればいいんですけど、はいはい、やっぱ難しいので、まあ、できる範囲で、まあ、証拠じゃないですけど、まあ、一応そこで値段聞いて、じゃあそれなら頼みますっていうその契約を結んでおくのが、うん、まあいいかなと思います。なるほど。はい。で、明らかちょっとおかしいなって感じたら、もうすぐお会計をしましょう。もう傷口はね、浅い方がいいです。例えば、うん、値段が書いてなかったら、もう怪しいと踏んで出て大丈夫ですか？いや、まあ、聞いた方がいいですね、まず。この値段一杯いくらですかとか。はいはい。で、大体、まあ、わかんない。素直に答えてくるかわかんないけど、まあ、一杯3000円ですとか言ってきたらおかしいじゃないですか。うん、そうですね。うん、そしたらすぐにですよ。え、おかしくない？一杯3000円って。いや、もうちょっとよくわかん、その、うん、ね、いわゆる女の子に出すお酒の相場がちょっと知らないんですけど。いや、それはもうね、さすがに高い。自分が飲むお酒と同じだと思えばいいよ。それは基準で考えればいいと思いますよ。ああ、じゃあもう。まあ、行ったことないですけどね。あ、じゃあ、行かれてますね。そのあれやん、結局自分の基準で、こんだけ払えんくねって思えた時、思えたってか思った時が、あ、店を出る時ですね。うん、出たい時が出る時ドキそうで、一応入店後最初にね、まあ、この辺を気をつけていただければ、まあ、被害は最小限に抑えれるのかなと。まあ、まず払う前提になってますけどね、なんか今。そうですね。うん。まあ、一応、揉める、要因は減ってくるのかなと思います。うん。で、まあ、いざ、ちょっと楽しんで、じゃあ帰りますかとお会計をもらったタイミングの話になります、次。はい。まずね、明細が
明細というかあのお会計の伝票が来るわけですね。はいはい。まあ、来て、大体の人がそれを見て、驚愕をします。うん、なんでってぼったくりやんって、最初に思うはずです。はい。でもね、ここが一番冷静にね、振る舞わなければいけないところだと僕は思ってまして。はい。まあ、相手も多分分かってやってきてはいると思うんですけど、冷静にまず何をするかというと、うん、その、うん、伝票の写真をこっそり撮ってください。え、堂々と撮っちゃまずいんですか？多分ね、堂々とは撮らせてもらえないと思うので、向こうも、証拠というかね、もう出すわけにはいかないんで、外に。はいはい。で、大体その手のお店って領収書出さないんですよ。証拠が出ちゃうから。うん、うん、なのでこっそり、伝票の写真を撮ってください。でこれがあればまあその瞬間で払ってしまったかもしれないんですけど、後々取り返せるっていう可能性もあるっぽいので、はあ、うん、警察とかに行けば。伝票ってレシートですか？じゃなくてなんか手書きのね、注文した時に書くやつ。そう、そんなイメージ。大体そういうので出てくるっぽいから。はいはいはい。うん、で最初ね、その細かく明細みたいなのは出てこないかもしれなくて、普通に最終金額ポンって出てくる可能性はあるんだけど、はいはい、うん、そんなイメージしかないですね、確かに。まあ、そこがおかしいなって思ったらまず明細もらう。はい。で明細をもらって、その明細をこっそり写真を撮ると。うん。で、まあ、ここからは僕の考えた、対処法なんですけど、とりあえずお手洗いに逃げ込むと。はい。でそのお手洗いで、一旦警察に連絡をしてみると。連絡と相談で、今こういう状況なんですけどどうしたらいいですかっていうね、まあ警察に判断をねしてもらえばいいかなと僕は思ってます。ほう、うん、なんか自分勝手に行動してね、相手をね怒らせてしまったら危険ですので、一旦冷静に。確かに。うん、いや、正しい判断を。もし僕がその場にいたら目の前でかけちゃう気がするんですよね。うん、ああ、それはね揉めると思うので。はいはいはい。何してるんですかって多分なるんで。警察に電話かけてますって言うんですけどね。多分そこで止められちゃうかなと思うので、なるべく見えないところの方が僕はいいかなと思ってます。なるほど、魚でしないと。そうそう。で本当にもう来てくれるっていうなら来てもらえばいいと思うし、はいはい、まあ、こういう対処して、まあ、こういう、まあ、払うなら払って帰ってきてくださいで、また相談しに来てくださいっていうなら、まあそうすればいいしっていうので、うん、まあ、正しい判断を仰いでください。くださいっていうか、まあ、はい、僕だったら仰ぎますね。で、なるほど。一応連絡が終わったら、はい、ね、その瞬間から音声録音をね始めようかなと思います。ああ、録音はなんか大事そうですね。そう、まあ、証拠になりますからね、もうそれ自体が。で、うん、大体払わないって、まあ、こっちが言うと大体脅迫をしてくるはずなんで、向こうもうん、うん、テンプレかのように、ちょっとお兄ちゃん裏行こうかっつって、払わんならお前ふざけんなって。そう、でそれ自体がもう脅迫となるので、はい、まあ、それもまた証拠になるんです。ああ、録音しておけば。うん、なるほど。で携帯2個あれば一番いいんですけどね。録音用の両方でしといて、まあ仮に1個お前録音しとるやんけって言われた時に、あ、じゃあ消しますって渡して、実はもう1個ありますよっていうのが一番ベストだとは思いますね。マジシャンかな。で、まあ、最後これ一応ね、もうおかしいじゃんっていう値段で、本当に払えませんよっていう値段で、でしかも最初に3000円で、はい、3000円でって聞いてますっていう状態だったら、もうその分だけ払えばいいと思います。3000円だけ払う。3000円と、まあもしおつまみとか頼んで、女の子が飲んでとかしてたら、自分が思う正規の値段を、置いておけばいいと思います。もう1000円も払わないっていうのは、まあ、それはそれで食い逃げになっちゃうので、こっちにも問題が発生しちゃうので、もう正規の値段分だけ払って、はいはい、もう警察に直行しましょう。うーん、
というのが、寸胴的ぼったくりバー対処法ですね。結構そういうのって警察も対処してくれるんですか？わかんないねそこは。ただ動画見てた感じだと、その、一悶着あった後にすぐに交番に行ってましたね。ああそれで、あまあそうか、行けばね確かに相手してくれますよね。まあ詐欺ですからね、簡単に言っちゃえば。確かに、詐欺と脅迫でもうツーアウトです。いやなんかそのね、脅迫されたりしだしたら結構怖いじゃないですか。うん、怖いですよ。だからその場にね、警察官とかが来てくれたらすごい安心なんですけど、それは難しそうですもんね。まあトイレに行った時に電話して、来てくださいっていうのはもう言えばいいかなと思いますよ。ああ、で来てほしいもんね、実際自分で相手したくないもんね。そう、できるだけ早く来てほしい。まあね、で最近だとね、マッチングアプリを活用したそのぼったくりっていうのもあるみたいって、知ってます？いや知らないですね。なんかその女の子側がもう店とグルになって、マッチングして会って、ちょっとあのバー行かないみたいなので連れてくるみたいな。なるほどね。でその連れてこられた男性をぼったくると。賢い。そういう新手のやつも出てきてるんで、はいはい、やっぱ注意が必要ですねと僕は思います。まあなんかね、なんだろう、近頃そのネットで知り合った人と出会うってすごい簡単にできるというか、もうみんな障壁がないじゃないですか、それに対して。ないね、もう油断しちゃってるもんねみんな。それでね、なんか結局事件、事故とかはニュースで見たことあるんで、よくないですよ。アンテナしっかり張っとかないとね。ね、気を引き締めないと。そこの中高生、そうですよ、お小遣い全部取られちゃうよ。会うのは寸胴さんとだけにしときなさい。そうです。あれ今どっちに向かって言ってる？あれマッチングアプリの男側に言ってたよね。あ、いや今女子中学生に言ってました。女子中学生は騙そうや。女子中高生に、あ、いやネットで人に会うことに抵抗のない女子中高生に対して注意しました。あ、なるほど、そういう方は僕に会えばね大丈夫と。はい、はい、まあでも逆に男子中高生もね、男子中高生危ないよ。男子中高大生まで気をつけてください。大学生結構やばいよね。やばそうですね。結構注意した方がいいかもしれないですねこれは。はいはい、というわけで、まあ一応このぼったくりバーっていうのは危険が伴うので、まあ、自分の行動には注意をしてください。はい、気をつけます、ね、まずはもうやってやろうとかそういう思いで行動してはいけないですよっていう話ですね。あ、魚でしちゃうとね、そう、余計揉めますからね。まずは自分の体を守ってください。もう金なんて別にね、はい、帰ってくるんで。おお、はい、僕のとこ来たら帰ってくるんで。なるほど、はい、あ、じゃあ返してください。貸してないです。はい、というわけで、寸胴のぼったくりバーに入ってしまったらどうするの講座でした。いや、本日も講演ありがとうございました。はい、これってお給料出るんですよね？あ、もうさ、もちろん後ほど振り込ませていただきますんで。ちなみにいくらですか？あ、700円です。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。